はい、こんにちは、カズボウです。妖怪ウォッチ3、寿司、続きをやっていこうと思います。今ね、多分7章からスタートなんでしょうけど、まあ、前回ね、6章終わったのでね、6章のボスを倒しまして、まあ、妖怪ウォッチ工場を見学してたんですけど、まあ、そこの社長とね、あの妖怪ウォッチを作ったスティーブ・ジョーズ、実はね、友達だったと。まあ、その友達のライバル同士の対戦でね、まあ、そこにね、招待されたっていう感じの流れだったんですけどね、それで終わって、まあ、第7章来たって感じです。なので進んでいこうと思います。っていう感じで、もう大変だったんだよ。ヨプル社か、すげえ場所だな。にしても、俺も行きたかったな。なんで呼んでくれなかったんだよ。ごめんごめん。ダク、次は絶対声かけろよな。うん。マックボちゃん、お友達とはすっかり仲良しになられたみたいですな。おう、なんてたって、カズボウは相棒だからな。それにしても、そのウォッチって、あら。うひゃー、ワープって気持ちいい。これ、どこに出たんだろう。ぼっこははしゃぎすぎだに。うわー、なんだこいつ。不思議な館の大脱出。第7章来ました。いやー、USA って言われたときはどうしようかと思ったけど、妖怪の力って面白いですな。英語までペラペラになれちゃうなんて。イエス、ユーみたいにハイテンションな子。私、大好きです。ユーとも友達です。イエス、サンキュー。メダルや持ち物もカズボウさんとまとめられて友達になってたけど、改めてよろしくね。なあ、カズボウ。本当にお前の知り合いなんだよな。うん、怪しいやつ。そういえば、ボッコさんはどうやってここに来たの？ヨップル社の前にあった扉って日本の時計屋に繋がってたんですけど、じゃあこっちの扉はどこに繋がってるんだろうって思って入ったら、ここに出てきたってわけなんですよね。カズボウさんもどうすか？ここから日本に帰れるはずですよ。え、本当？カズボウくん、ちょっと待ってください。今帰って皆さんに会ったりしたらややこしいことになりますよ。USA に引っ越したはずなのにとか、いろいろと説明が面倒でウィス。確かに。なるほどなるほど。複雑なんですな。まあそんなことは置いといて。マックさんでしたっけ？何か USA の見どころってありません？見どころ？なんで俺が？いやー、ここはやっぱり本場の人に聞いておくべきかなと。何かこれっていうのありませんか？見どころね、サーカスとかか？まあ俺はもう見たけどな。さ、サーカスですと？それは見に行かねば。行こう、サーピョン。あ、勝手に行くな、ダニ。ちょっと。行っちゃったにゃ。ユーたち、サーカスの場所に案内してほしい、ダニ。あいつを放っておくと何が起きるかわからない、ダニ。仕方ねえな、行くか。そうだね。お、私のこと、お忘れではありませんか？私はお掃除ロボット、妖怪クリーナー。アイテムや妖怪メダルも回収できますよ。妖怪メダルも回収できるって何それ？外の広いエリアならどこでも使います。起動したらお仕事完了を待つだけ。私がお仕事をする場所によって回収できるものも変わりますよ。お仕事大成功でいつもより多めに回収。故障したら何とかしてくださいね。私の設定や起動は D リンクメニューのクリーナーから行うことができます。まずはコース選択メニューでお時間とモードを選びましょう。さらにセットする妖怪メダルによって集められるものが変わりますよ。お仕事が終わったら集めたものを持ってあなたの部屋でお待ちしていますね。その後は次のお仕事まで充電します。ロボットにも休息が必要なんですよ。そしてお仕事をたくさんすると、なんと私は成長していくんです。成長するとより高性能なロボットに使えば使うほど愛着も湧いてきますよね。それではいつでもお呼びください。今後ともよろしくお願いしますね。これは早速使うべきだろう。僕を追いかけよう。妖怪ウォッチクリーナーと。なので、D リンク、D リンク、クリーナー。お、コース選択。イースト化集地区。あ、これしかできないね。メダルをセットしてください。このね、豪傑族とか、あんまり、ね、なんかいないので、ランク高い方がいいのかな。じゃあシングコングで行かせていただきます。豪傑族のメダルとこけしを集めやすい。
まあいいか、行ってみようか。一回やってみないとわかんないんでね。はい、決定。これでいいのかな。決定。設定を変更しました。お仕事開始。乗ってる。こんにちは、カズボさん。張り切って行ってきますね。上手上手上手にお仕事中。こっちか。あ、じゃあ頑張ってね。ルンバだ、ルンバ。ここですね。はい、僕を追いかけて遊園地来ました。ここもね、雲海橋多分ありますよね。ここもね。ん？ん？あれ？あ、妖怪か。雲海橋じゃないね、これね。はい、ぼっこ。うひゃー。うさぴょん、見てみて。サーカスだよ、サーカス。っていうか、売ってる食べ物でっか。さすが USA ですな。ちょっと、落ち着くだに。いやいや、落ち着いてなんかいられないよ。他にもいろいろ見て回りたい。テンション高いですね。放っておくと確かに面倒なことになりそうにゃん。だったら俺たちで案内してあげればいいんじゃないかな。うおー、マジですか？カズボさん優しい。俺はまだお前のことを認めたわけじゃねえぞ。じゃあどうすればいいだに？そうだな。そうだ、条件がある。俺たちのチームに入るためのテストだ。おほう、入隊テストですね。燃えてきた。これすごいテンション崩すのプロですよね。あ、テンションじゃない。ペースね。なんか盛り上がってるね。俺たちはいろんな場所を冒険するからな。だから冒険のネタになりそうな面白い情報を持ってこれたら仲間って認めてやるぜ。冒険のネタって言ったらヌーのミステリーでウィスね。ヌーのミステリー？そうでウィス。どなたが更新しているかは知りませんが、超素晴らしい記事なんですよ。それボッコがネットに載せてるやつじゃないだに。ほうほう、ボッコさんがヌーの更新者だったんでウィス？ヌエー、それ本当？ええ、見つけたら記事にしてましたけど。だったら証拠を見せてみろ。まだ記事になってない別のヌーを持ってこれたら入隊テスト合格だ。おお、わかりやすい。早速日本に戻って探してみよう。まずは探偵社で情報収集かな。わかった、ダニー。ボッコに切り替えて進めよう。切り替えて進めよう。切り替えて進めよう。ちょっと待った。もちろんこれじゃない。間違えた。これだ。ね、切り替えて、チワッチと。で、探偵者。いや、待って、ここから行った方が早いんじゃないか。ペロン。はい、雲海鏡を使ってワープしますか。またこう、妖怪ワールド。あ、そういうことか。こういうこと、あ、こういうのできんだね。あった。探偵事務所。はい、探偵社にやってまいりました。勢いよく戻ってきたのはいいけれど、入隊テストに合格するにはヌーが必要。とはいえ、他のヌーってどうやってゲットすればいいんだろう。そこは考えてなかっただに。ハックン、いいアイディアないかな。そうですね、探偵依頼で探すというのはどうです。報酬はヌー一冊で OK と書いておけば食いつく人もいるかもしれませんよ。おお、それだ。じゃあホームページに書いて依頼を待ってみますか。ジャッジ、ハックン、そろそろ依頼来た？ええ、ヌーが情報になっている依頼が一件だけ来ていますよ。来たー。意外とうまくいっただに。じゃあその依頼をこなせばヌーが手に入るだにね。よし、頑張るぞ。キークエストをクリアしてストーリーを進めようと。じゃあ今回これやってみましょう。あ、ウサピョン使えるんだね。じゃあこうキークエストで、まあ、なんかね、いろいろね、あるんですよね。青バーで捕まえてとかね。いろいろやってるんですけど。ん？これ違うよね。メイドの文化試してみた。あ、これじゃないよね。え？どれ？あ、これか。これでいいのか。
USA に住むアメリカン妖怪ガッテンマイヤーさんの依頼でジャポン独自のメイド文化を体験してみたいとのことです。はい、依頼受けました。チワッチボウサ不思議探偵社へようこそ。詳しい依頼内容を聞かせてもらいたいだに。ジャポンのメイド文化を知りたいのです。そしてより一層メイドとしてのスキルを磨きたいのでございます。ジャポンのメイド文化だに。何でもジャポンのメイドさんはお料理に魔法をかけるとか。そう、それって青葉にあるメイドカフェのメイドさんのこと。なんとジャポンにはカフェにもメイドさんが。では私をそのカフェで働かせてください。そういうことね。 OK、 任せてよ。それじゃあ青葉のメイドカフェにレッツゴー。本当に働けるだに。よし、行ってみるだに。ここですね、メイドさん。ここで働かせてください。ここで働きたいんです。やっぱ普通に考えて妖怪には無理だによ。第一にまず姿が見えてないだに。よし、わかった。それじゃあガッテンマイヤーさんのが代わりに、ガッテンマイヤーさんの代わりにメイドカフェで働いてあげるだに。ガッテンマイヤーさんが私に取り付けばいいんだよ。なるほど、間接的に体験するというわけ、いうことですね。ガッテン承知です。早速試してみましょう。お嬢様、お帰りなさいませ。あの、ここで働かせてください。え、働くってあなた小学生だよね。はい、でもメイドさんのお仕事を体験してみたくって。なるほどね。うん、よし、それじゃあ職業体験ってことで少しだけやってみる。はい、ありがとうございます。じゃあ準備ができたら声をかけてくれるかな。じゃあ準備ができました。メイドさん体験の準備はできた？お仕事終わるまで外に出られないよ。準備 OK。 うんうん、似合ってるね。サイズもバッチリだよ。ふふ、そうっすか。ところでメイドさんの接客ルールとかってありますか？うん、そうだな。あ、お客さんのことはご主人様って呼ぶことかな。あとは明るく元気にって感じかな。明るく元気に、メイドの基本です。なるほどですね。よし、頑張るぞ。あ、お客さんが来たみたい。ポッコちゃん、最初の仕事だよ。お客さんを席にご案内してくれるかな。はい、行ってきます。はい、行ってきます。お、なんだ、なんかいた。メイド服に着替えると身も心もメイドさんになりきれるよね。ん、今なんか言ってたね、上でね。なんて言えばいいんだっけ。ご来店ありがとうございます。へ、いらっしゃい。お帰りなさいませ、ご主人様。新入りメイドのボッコです。お帰りなさいませ、ご主人様。そうそう、それそれ、待ってました、そのお返事。メイドカフェといえばそれだよね。ボッコちゃん、もう一回お願いできるかな。はい、お帰りなさいませ、ご主人様。ふふふ、ただいま。あ、すごい雰囲気だな、これ。うんうん、いい感じだよ、ぼっこちゃん。えへへ、それほどでも。そしたら次は、さっきのお客さんの注文を聞いてきてもらえるかな。さっきのお客さん。ご主人様、何を召し上がられますか？それじゃあ、オムライスとシフォンケーキ、それとレモンティーをお願いするよ。かしこまりました。よろしくね。おっとっとっと。おっとっとっと。お客さんに注文されたものを教えてくれるかな？任せてください。まずメイン料理は、オムライス。次にデザートは、シフォンケーキ。最後に飲み物は、レモンティー。OK、その3つだね。準備ができたらテーブルに運んでね。はーい。間違ってないか心配だに。ふふふ、ありがとう。いいね、ぼっこちゃん。それじゃあ例のあれいいかな。例のあれ、一体何のことでしょう。メイドカフェでメイドさんに頼む例のあれといえばあれでしょう。ラブラブパワー注入。美味しくなーれ。これが魔法の呪文。
ふふふ、これは美味しくなっちゃったな。それではいただきます。あ、とても喜んでおられる。なんて素晴らしい魔法なんでしょう。これがジャポンのメイド文化。私感動いたしました。ふう、なんとか運び終えました。お疲れ様、ボコちゃん。でもまだ大切な仕事が残ってるわよ。大切な仕事？このメイドカフェではね、他にはない目玉のサービスがあるの。これ以上のサービスが私とても気になります。お客さんとじゃんけんしてお客さんが勝ったらメイドさんとツーショットの記念撮影ができるというサービスよ。ほえ、そんなサービスもあるんですね。それでさっきのお客さんがね、ぜひあなたと写真を撮りたいって。すごいじゃない、あなたメイドの素質があるのかもね。えへへ、それほどでも。ほら、お客さんが待ってるよ。早く行ってあげて。はい、かしこまりました、ご主人様。ポッコちゃん、もう遅いじゃないか。えへへ、お待たせしました。始めましょうか。それではステージの方へどうぞ。よし、絶対に負けないぞ。ふふ、頑張ってくださいね。それでは行きますよ。じゃんけん、グー、ボン。やった、僕の勝ちだ。まあ負けちゃいました。ご主人様強いですね。えへへ、ボッコちゃん一緒に写真お願いね。はい、それじゃ撮りますよ。はい、チーズ。今日は本当にありがとう。この写真大事にするね。光栄でございます。それではご主人様、いってらっしゃいませ。お疲れ様、ボッコちゃん。ほんの気持ちだけど、お礼にこれ持ってって。お天気アプリを手に入れた。お天気アプリ？あ、ありがとうございます。てめえ露骨に嫌そうな態度取るんじゃないだに。このアプリね、期間限定の特別バージョンでセラピアーズが天気予報してくれるの。セラピアーズ？それマジっすか？好きかわからないけど、もしよかったら受け取って。セラピアーズ大好きです。ほんとよかった。ありがとうございます。うひょう、思わぬ収穫。ああ、今日は楽しかった。やっぱりボッコがやりたかっただけだにね。今日はありがとうございました。知らないことだらけで刺激的でした。お屋敷に仕えていた新米メイドだった頃のことを思い出してしまいました。家庭マイアンさんにもそんな頃があっただにね。懐かしくなってきました。久しぶりにあのお屋敷に顔を出してみようかしら。あ、そうそう。実はそのお屋敷なんですが、こんな雑誌でも特集されてるんです。ヌー第11号を手に入れた。よかったらどうぞ。おお、ヌーだ。ありがとう、勝手マイアンさん。いえいえ、こちらこそでございます。非常に勉強になりました。本当にあんなんで勉強になっただにか？ええ、それはもう。そうだ、勉強の成果をお披露目いたします。え？見ててくださいね。ラブラブパワー注入。うわぁ、これは、勝手マイアンさんがやるとちょっときついだに。試してガッテンマイヤーさん、バッチリ解決とね。はい、ストーリーロックが外れたということでね。ヤッホーイ、ヌーゲット。これくらい楽勝だに。よし、あとはカズボーさんたちに報告するだけだね。 USA に戻って入隊テストに合格するだに。お気をつけていってらっしゃいませ。うん、行ってきます。ヌーをゲットしたことを報告しようということでね。お天気アプリ。お、鬼が近づいているという情報が入ったよ。鬼時間か。まあ、それはいいとして。マイニアン。これなんかね、いろいろつけれるんですよね。はい、メイドニアン。はい、ということでね、今回これ終わりたいと思います。次回ね、じゃあ USA に行ってね、報告しようかなと思います。じゃあご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。